こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では最近ですね、いろんなメディアで話題になっていますワークマンのですね、スーツ、こちらをですね、実際に買ってきてみたので皆さんにご紹介しながらですね、レビューをしてみたいなというふうに思っています。まあ、ワークマンというとですね、僕たちの世代からすると作業着、このイメージがですね、強いかなと思うんですが、まあ、最近はですね、こういった作業着だけではなくてカジュアルウェアがめちゃくちゃ強くなってきてるんですね。まあ、こちらの動画の中ではまだ一度も扱ったことはないんですが、意外とですね、カジュアルウェアが機能的でなおかつ安くて非常に伸びてきているということで、僕もですね、前々からチェックしていたんですが、そのワークマンからですね、今回ですね、スーツが発売されたわけですね。ちなみにこれはタイアップの広告とかではないわけなんですけども、それがですね、驚きの5000円を切る価格帯なんですね。上下で4800円ということで、これはですね、めちゃくちゃ安いんですね。まあ、今までセットアップというとユニクロですとか GU ですとか、このあたりが割と買いやすい価格帯だったんですね。まあ、ユニクロの場合だと感動ジャケットと感動パンツ、この2つを組み合わせてセットアップを作るとですね、だいたい1万円ぐらいになって、 GU だとまあかなり安くはなるんですが、それでもですね、やっぱり5000円を超えて6000円だとか7000円ぐらいのレンジになるんですけども、そこをですね、さらに上回る格安な5000円でセットアップが組めるということで、これはどんな仕上がりになってるんだろうというところが僕の中でもですね、前々から気になっていたわけですね。ですので昨日実際ワークマンの店舗に行って試着をしてみて、これはですね、皆さんにぜひですね、レビューをしてみたいということでこちらに持ってきています。まあ、後ほどですね、実際に着ていろいろとレビューしてみたいなと思うんですが、正直ですね、メリットもあればデメリットもあって、そのあたりはですね、正直にお伝えしながら、どんな人には向いてるのか、逆にこういうタイプの方にはあんまり向いてないだとか、そういったところまでですね、正直にレビューしてみたいなというふうに思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画っていうものがあるんですが、そちらの方で解説をしていますので、よかったらですね、こちらの動画の下にですね、説明欄がありまして、そこにリンクを貼っておきますので、チェックをしていただければなというふうに思っています。それではですね、早速着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。まずはですね、僕の主観は交えずに全体像を皆さんに見ていただきたいなというふうに思っています。まずはジャケットの方からですね、はい、こんな感じになっています。後ろ姿はこんな感じです。まあ、サイズ感がですね、ややゆったりめなのはですね、ちょっと理由がありまして、サイズ展開がですね、ジャケットに関しては M が最小になっていたんですね。ですので本来であれば僕は身長164センチ、55キロなので S が適正なんですけども、 M を選ぶしかなかったんですね。ですのでちょっと大きいかなというふうな感じはします。まあ、特にですね、この腕ですね、腕に関しては明らかに長くてですね、このままじゃちょっと着れないかなと思うので、お直しをするなりして対応したいなと思うんですが、おそらくですね、腕の長さは3、4センチぐらいの調整が必要かなというふうに思っています。まあ、このように左右で比べてみると、こちらの方がすっきりしているのがわかるかなと思います。腕がちょっと長いですね。これはまあ仕方がないところかなと思います。ワークマンのショップの方に聞いたんですけども、おそらく S は作ってるんじゃないかという話だったので、今後ですね、入荷があるかもしれないので、そのあたりは皆さんもチェックしていただきたいなというふうに思っています。そしてボトムスに関してはですね、こちらは S があったんですね。オンラインサイトではこちらも同じく最小サイズが M だったんですが、なぜか店舗には S があったのでこちらを購入しました。ウエストのサイズもぴったりなので、こちらに関してはですね、なかなかサイズ感がいいのかなというふうに思っています。まあ、こんな感じのセットアップになってるんですが、まあ、動画で見ていただく分には僕はですね、結構バランスのいい仕上がりになってるのかなというふうに思っています。デザインに関してはあまりですね、奇をてらった部分はなくてベーシックなんですね。パッと見はですよ、ベーシックなんですね。実はその裏にはですね、いろんな機能というか裏技的な部分がたくさんあるので、そのあたりは後ほど紹介したいなと思うんですが、パッと見はシンプルで使い勝手がいいかなというふうに思っています。でカラー展開に関してはブラックとネイビーがあるんですけども、僕はですね、両方着てみたんですが、結局ブラックにしました。
というのも、まあ、今回はですね、金額が5000円未満というところで、そういうですね、価格帯が抑えめのものだとですね、やはり色の雰囲気で全然見栄えが変わるかなと思ったんですね。ネイビーという色はやはりですね、ブラックよりも明るい色なので、色のちょっとした表現の違いで安っぽく見えることもあるかなと思ったので、僕は今回ですね、なるべくシンプルなブラックを選んでみました。色に関してはすごくですね、いい雰囲気かなというふうに思っています。で、生地の質感なんですけども、こちらはですね、ソロテックスという生地を使ってるんですね。結構ここは僕にとっては驚きなんですね。というのも、僕は結構このソロテックスという素材が好きなんですね。まあ、持っている服の中にもいくつかソロテックスの素材のものがあるんですが、まずはですね、表面の質感がすごく美しいのと、色の表現がとても綺麗なんですね。ですので、河川系の商品なんですが、決して安っぽく見えないというところで、結構ソロテックスという素材が僕は好きなんですが、まあ、今回のワークマンのこちらのスーツ、まあ、スーツというよりは上下単品で買えるので、セットアップという表現がいいかなと思うんですが、こちらにもですね、このソロテックスが使われているんですね。これがですね、僕にとってはかなり驚きでした。この価格帯でソロテックス使えるんだというところが結構衝撃的だったんですが、僕が持っているですね、ソロテックスの感じと比べると、ちょっとですね、やっぱり風合いが違うかなというふうに思っています。というのも、こちらのスーツっていうのはストレッチがですね、めちゃくちゃ効いてるんですね。見ていただいて分かりますかね。こんな感じでめちゃくちゃストレッチが効くんですね。このですね、着心地の良さって言ったらですね、まあ、ちょっと他にはないような感覚かなというふうに思っています。ですので、セットアップとかスーツを着ているという感覚よりはですね、ジャージを着ているというか、スポーツウェアみたいのような着心地の良さがあるんですね。まあ、ソロテックスという生地自体にはもともとストレッチ性はあるんですけども、それにしてもですね、ここまで伸びるものっていうのは僕は体験がなかったので、そこの着心地においてはめちゃくちゃいいかなというふうな感じはしています。で、やっぱり生地の質感みたいなところは心配した部分はあるんですけども、そこまで安っぽい感じはしないかなと思います。特にブラックを選んだことで、まあ、そんなに変な光沢感もないので、そこはさすがソロテックスだなという感じがするんですが、通常僕が持っているようなソロテックスよりはちょっとですね、素材の感じはカジュアルというか、やや質感は変わってくるかなとは思います。ただ5000円という価格帯で考えると、十分質感はいい感じなのかなというふうに思っています。ただ1点ですね、僕が気になっているところがありまして、これ伝わるかな、結構ですね、全体的にシワが入っているんですね。これ昨日買ったばかりの状態で、なるべく丁寧に持ち帰ったので、そこまでシワが入るような環境ではなかったんですが、やはりですね、ボタン周りにシワが入っていたりだとか、あとは前ボタンを閉めると結構ですね、この辺りにシワが寄るんですね。決してこちらのジャケットは僕の体型的にめちゃくちゃタイトというわけではないんですが、シワがですね、全体的に寄りやすいというところ、そこが僕の中では結構気になるところなのかなというふうに思っています。まあ、ソロテックスを使っている素材だからシワができるのかというと、そういうわけではなくて、むしろですね、僕が他に持っているソロテックスのジャケットとかは割とシワにはなりにくいので、その点はですね、ちょっと違いは感じられるかなというふうに思っています。一応ですね、今回はスーツという形で歌われているので、その点ではですね、このシワ感というところは少しですね、デメリットかなというふうに感じてはいるんですが、ここに関してはこちらをですね、どう使うか次第かなというふうに思っているんですね。例えばこちらのスーツをですね、シャツを着てネクタイを締めるという形であれば、正直ですね、このシワ感というのはかなりのデメリットになるかなと思うんですが、ただこちらのスーツをですね、もうちょっとカジュアルに着るのであれば、まあ、ある程度のシワ感というところはそこまで気にならないのかなというふうに思っています。このスーツの着こなし方としてはもうですね、一つしかないかなと思っていまして、今の僕のように内側に T シャツを着て、その上にこういったジャケットを着てパンツを合わせる、以上ですね。これが鉄板であり唯一のコーディネート方法なのかなというふうに思っています。あとは中に合わせる T シャツを白にするのか、ネイビーにするのか、もしくはプリント柄にするのか、そのあたりで調整するぐらいでいいのかなと思うので、ラフな着こなしに特化するのであれば、僕はこちらのセットアップのシワ感というのもそこまでですね、もう絶対的に NG という範囲ではないのかなというふうには思っています。で、やっぱりすごいのはですね、ワークマンの商品ということで、水を弾いてくれたりですとか、洗濯機に入れてもですね、全然 OK という手軽さ、ここはですね、めちゃくちゃ使い勝手がいいのかなというふうに思っています。まだ昨日買ったばっかりなので洗濯はしていないんですけども、
洗濯機に入れてもですね、そこまで大きなシワにならないという形で言われているので、そこはですねちょっと僕の中ではまだ疑問な部分はあるんですけども、やはりそのように謳われるからには強いシワ感は出ないのかなと思うんですが、先ほどもお伝えした通り、すごく綺麗にシワがない状態というのはですね、あまり望めないのかなというふうには思っています。ですので使い方としては、僕はですね綺麗めなセットアップとして使うのではなくて、例えば仕事でこういったセットアップを着るというのが僕はいいんじゃないのかなというふうに思っています。例えば作業をすることもあるし、お客さんに接客をすることもある、このような業種の方であれば、割とですねこういったセットアップというものはめちゃくちゃ使い勝手がいいのかなというふうに思っています。これまでであれば作業着を着ていたような方がこのようなセットアップに変えるだけで、だいぶですね人からの印象というのは良くなるかなと思うので、仕事で制服的に着るのであれば、僕はこちらはですねめちゃくちゃ使い勝手がいいのかなというふうに思っています。あとは仕事以外で使うのであれば、子供と公園で遊ぶ時になんかはこういったセットアップを着ていればですね、割と小綺麗に見えながらも汚れても全然 OK ですし、なおかつですねストレッチ性がめちゃくちゃ効いているので、すごくですね気兼ねなく遊べるのかなというふうに思っています。まあ、このように着る機会というところを限定してあげれば、なかなか使い勝手がいいのかなというふうに思っています。その点はユニクロですとか GU のセットアップとは、僕はですね明らかに使い方が変わってくるかなと思うんですね。この2社のセットアップに関してはやっぱりですね着てるだけで小綺麗な雰囲気が漂うので、着心地の良さももちろんあるんですが、それよりもですねある程度上品なセットアップというものができるかなと思うんですが、そこと比較するような商品ではなくて、むしろ作業着スーツの一部なのかなというふうに思っています。まあ、最近ですねこのジャンルもだいぶ盛り上がってきていまして、 WWS というブランドがあるんですが、このブランドがまさしくですね今回のワークマンのセットアップのようにですね、作業着的に着れるスーツというジャンルを一気に開拓したブランドなんですね。ここのスーツに関してもまたですねレビューをしたいなと思ってるんですが、このワークマンのものよりは価格帯は上がるんですけども、見栄えに関しては非常にですねデザイン性の高いセットアップになっていまして、最近ではセレクトショップなんかでも取り扱いがあるぐらいですねデザインのバランスがいいんですね。まあ、こちらに関してもすごく機能的で動きやすくて洗濯もしやすいというところで非常に人気が高いんですね。まあ、そのジャンルの対抗馬としてこのようなワークマンのセットアップというところが位置づけされてくるのかなというふうに思っています。まあ、僕自身は正直ですねそこまで使うことはないかなと思うんですね。まあ、仕事でセットアップを着るのであれば、もう少しですね価格帯を上げてでも上品なものを着たいなというところがあるので、あまり着るようなことはないかなと思うんですが、お仕事だとかプライベートでカチッとハマる方はですね結構数はいるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなというふうに思っています。ただですね僕はこのボトムスが結構気に入ってるんですね。もちろんですねセットアップのパンツということでちょっとスラックス調にはなってるんですが、先ほどからも何度もお伝えした通りめちゃくちゃストレッチが効いてるのでものすごく履きやすいんですね。ですのでこのパンツに関してはかなりですね使える範囲が広いのかなというふうに思っています。まあ、シルエットもですねかなり細身なんですね。今の状態だとなかなか見えないので、ちょっとですね画角を変えて全体像をお見せしたいと思います。はい、こんな感じで椅子の上に立ってみたわけなんですが、ボトムスは結構シルエットが綺麗でなおかつストレッチが効いているので、これはですね単品使いしやすいかなと思ってまして、結構僕の中では感動しています。とは言ってもちょっとですね S サイズを選んでみたものの、僕の足がですねやっぱあんまり長くないので、どうしてもですね丈が長いんですね。左の状態がですね今裾上げしてないので、だいぶ裾の部分がダボついてるのがわかるかなと思うんですが、まあ、右はですね内側に折り返してみたんですね。まあ、こんな感じで裾上げをすればですね結構綺麗に合わせられるのかなというふうに思っています。まあ、このようなセットアップに関しては今の僕のように中に T シャツを着て下はもうスニーカーぐらいで十分なのかなというふうに思っています。ですので白のレザースニーカーだとか、あとは黒のレザースニーカーなんかで合わせてもらうと非常にバランスがいいのかなというふうに思っています。このパンツは単体だけでも買いですね。そしてこのウエストに関してはドローコードがついてですね、このような紐になってるんですけども、こちらを強く締めてあげればウエストの調整ができるというのもすごく便利な点かなと思いますし、あとは後ろですね、後ろの部分に関してもこれゴムが入ってるんですね。
見えるかな、こんな感じでゴムが入っているので割とウエストも楽なんですね。まあ、最近のパンツの傾向としてこういったちょっとリラックス感のあるものは多いんですけども、そこもちゃんと抑えながら作ってくれているので、このパンツ単体でも結構使い勝手がいいかなと思うので、その点は皆さんもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということでパンツはですね結構個人的には気に入っているんですね。この単体だけでもかなり使い勝手がいいかなと思うんですが、ジャケットに関しては、まあ、正直デザイン面はですね可もなく不可もなくというところで、まあ、使い勝手はいいかなと思うんですが、これがですねもう一つ最大のポイントがありまして、リバーシブルで着ることができるんですよね。これがですねなかなか変わっているので、ちょっとですねこの後裏面にした状態で皆さんにも見ていただきたいなと思っています。はい、ということで裏返しにして今度は着てみました。どうでしょうか。これはですねなかなかパンチの効いたデザインになっているかなというふうに思っています。僕の中ではこれをですね使うイメージはなかなか湧かないんですが、お仕事でこちらを使う上でなるべく表面は汚したくない時にこの裏面を着て、そして接客をする場面では表面を着るというような使い方ができるのかもしれないですが、なかなかこれはですねアイデアとしては面白いんですが、デザイン的にはどうかな、あまり僕の中ではしっくりきませんでした。まあ、近未来的なのかどうかというところなんですけども、なかなかですね難しいかなと思うんですが、こちらは個人的には活用しないかなと思うんですが、このあたりはですね個人によって考え方は変わってくるかなと思うので、皆さんもですね一応こういった見栄えになるということをですね理解していただければなというふうに思っています。まあ、いろんなところにギミックが満載で、例えば裾にボタンがついていまして、ここを狭めることができるんですね。そうするとこんな感じで腕をまくることができて、スポーツウェア的にですねこうやって走ることもできたりとかするので、まあ、そういった活用方法もあるのかなと思います。裾に関してもボタンがついているので、これまたですね上げることができるんですけども、まあ、そういった形で使うことは個人的にはないかなと思うんですが、一応ですねこういう使い方もできるということで、皆さんにもですね情報がシェアできればなというふうに思っています。なかなか斬新ですね。見慣れたらかっこよく感じるのかもしれないですが、その点はですね皆さんぜひコメント欄にいろいろと書き込んでいただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では今話題になってますワークマンのですねスーツですね、まあ、正式名称はソロテックスリバーシブルジャケット、そしてパンツという形になるんですけども、こちらの商品をレビューをしてみました。まあ、まとめるとセットアップのデザインとしてはベーシックで使い勝手はいいです。ただ全体的にシワ感がちょっと気になるのと、ジャケットの裏面の活用方法がなかなか思い浮かばないというところ、そういった点はちょっとしっくりは来なかったんですが、ただしですね5000円という価格でここまでのセットアップが完成するというところはものすごくですねメリットなのかなというふうに思っています。日常的にガンガンですねセットアップを活用したいという方には結構使い勝手がいいかなと思いますし、やっぱり長時間着てると肌触りがめちゃくちゃいいんですよね。まあ、さらっとしていて T シャツの上に着ていてもノンストレスというところでは、結構ですねこれから春夏の機会にはこちらは活躍してくれるのかなというふうに思っています。特にお仕事柄体を動かす機会が多い方なんかで、ちょっとこれから見栄えをきれいめにしたいだとか、仕事上ですね接客をされる方なんかはですね、こういったセットアップというものを活かしてあげることでだいぶですね見栄えは変わってくるかなと思うので、万人向けのアイテムではないかなと思うんですが、結構ハマる方も少なくないのかなと思っています。まあ、今回の動画を参考にしながら皆さんもですね、まあ、どのような活用方法があるのかなというところをですね一度考えてもらうといいのかなというふうに思っています。そして僕自身ですね、今回超久しぶりにですねワークマンというお店に行ったわけなんですけども、他にもですね気になるアイテムがたくさん出てきていますし、まあ、これからですねメンズ医療の中でもかなり独特なポジションでどんどん躍進を続けていくのがワークマンというブランドなのかなというふうに思っています。ですのでこれからも僕は定期的にワークマンに行きながら皆さんにご紹介できるような商品がないか掘ってみたいなと思っていますので、ぜひこれからの動画もですね楽しみにしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。